こんにちは。アトリエリアナマナの山本菜穂です。今月もおうちフラワーのご参加ありがとうございます。皆さんお元気ですか？と私はですね、先週ちょっと風邪をひきまして、なんか今日は声が少しいつもと違くてお聞き苦しい点があったらすいません。はい、というわけで、今月はおうちフラワー、芍薬瓶です。はい、芍薬をいっぱいご用意しました。と芍薬のね、取り扱いがちょっと難しかったりするとこもあるので、その辺を説明しながら、また今月も花瓶消していきたいと思います。今月もどうぞよろしくお願いします。さて、お花の紹介をする前に本日の、完成図ですね。こちらです。はい、両棒土台にして主役の芍薬を生けて、足元にアスチルベ、遊びでクレマチスをいけるようなイメージでやってみたいと思います。はい、ではお花の紹介から進めていきましょうね。今月もよろしくお願いします。はい、まず今月のお花、この子たちを並べてみました。毎月お話ししてますが、お手元にお花が届いたら水あげの処理をしてあげてくださいね。宅急便で届きますので、輸送中にお花がちょっと疲れちゃうんですね。到着したらお花の、休憩時間として水あげをし直してあげてください。 2,3 時間で大丈夫です。切り戻して深水につけてあげれば、大丈夫です。はい、それでは今月のお花をご紹介していきましょう。まず芍薬瓶ですので、主役は芍薬です。はい、まだね、そんなに今この子が、これがちょっと外側の花びらがね、開き始めましたね。こっちの子なんてまだこんなに硬い感じね。はい、芍薬、この子ルーズベルトです。はい、で芍薬に合わせるお花たちが、まず土台にするこの子がリョウブ、ヒメリョウブですね。それとこちらがアスチルベアメリカからこの子ベルテッセンデュランディです。はい、ちょっと芍薬がね、高いので、お高いので合わせるお花の種類がちょっと今月少なめですが、この 1,2,3,4 種類でいってみたいと思います。というわけでお花ご紹介しながら、花瓶生け始めてみましょう。今月は芍薬瓶ですので、芍薬についてたっぷりご説明したいなと思います。はい、芍薬、ボタン科、原産は日本、中国、朝鮮半島と言われています。そこからヨーロッパに渡って品種が増えました。この子はルーズベルトと言います。ね、芍薬は、薬という文字が使われているように、根っこは今でもね、漢方薬などに使われてますね。この時期に楽しめるお花です。5月頃から市場に並び始めて、今が最盛期、6月の中頃になるともうぐーっと減ってしまいます。本当に今だけの花ですね。芍薬はね、この最初こんな硬いつぼみからどんどん膨らんで大きくなって、最終的にはこれくらいの大きいお花を咲かせますね。つぼみから最後花になって散りゆくまでね、本当にドラマチックなので、最後の最後まで楽しんでいただきたいと思います。はい、現在の切り花で流通している芍薬は和芍薬、日本生まれの芍薬と、あと洋芍薬ってフランス生まれの芍薬の大きく分けて2つです。和芍薬の方は一重咲き、風情のある咲き方をしますね。洋芍薬、洋芍薬の方は、八重咲きで、花びらが多くてものすごく綺麗な、なんていうの、豪華な咲き方をします。で、ね、香りもいいですね。で、今日のこの子ルーズベルトは洋芍薬。はい、さて、こんだけ膨らんだつぼみ、ここまで来たらもう芍薬確実に咲きます。これぐらいの小さいのになると、さあ上手に咲かせられるかな。というわけで芍薬の咲かせ方をね、ちょっと説明したいと思います。
今日し今回仕入れてきた芍薬はね、固めの方が届いたとしてもおそらく咲くと思います。だけど今後またお花屋さんでね、また芍薬つぼみの固めなのを買うこともあるかもしれないので、そうなった時になかなかつぼみで固めの買ったけどなかなか咲かないわっていうことがもしかしたらあるかもしれないので、なかなか咲かないなと思ったらこんなことをしてください。まず芍薬、葉っぱがいっぱいついてます。葉っぱはもう上の 2枚3枚ぐらいまでしか残さずに全部落としてください。と芍薬ってこんな小さいところからあんだけ大きくなるんですね。そんだけエネルギーが必要なんです。と少しでもエネルギーをお花に集中させるために葉っぱを全部落としましょう、ね、葉っぱを落とせば落とすほどお花に養分がいきます。でそれともう一つですね、ちょっとこの辺とかツヤっとしてるの分かります？この辺とかね、これね、芍薬蜜が出るんですね。蜜が出てくるので、はい、これただの濡れティッシュです。ティッシュ濡らしてこの蜜をね、そーっとこう花びらの向きに対してそーっと、花びらの向きはこっちですからね、その向きに逆らわないように蜜をそーっと拭き取ってあげてください。そうするとね、こうやって、そうするとお花が少し開き、花びらが開きやすくなります。それともう一つ、お花この中にものすごい数の花びらがギューッとしてるので、これをちょっとほぐしてあげたいんです。このつぼみのお腹の辺、この辺をつまんでムニ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 、ここ、あ、ほら見て見て、ムニムニするとさ、先端の花びらがちょっと動くでしょ。ほら、ほら、こうするとね、こうやって中の花びらがほぐれるので、こうやってムニムニとしていただきたいんですね。こんなことするとですね、芍薬、だんだん開いてきますので、やってみてください。はい、今月はこちらの花瓶でいけます。まずね、花瓶生けの土台を受けましょう。はい、今月の子はこの両部をね、土台にしたいと思います。枝の付きが良かったので2つに分けました。こうやってね、皆さんのお手元にどんな枝ぶりで届くかわからないんですが、花瓶に合わせて、分けて使ってみてください。はい、で両部は、日本原産の落葉樹ですね。北海道南部から九州まで日本全土の山間に見られる、落葉植物、落葉樹です。で新芽は、山菜として、天ぷらとかになるらしいですよ昔ね、飢餓に備えて食料となるため貯蔵されてたんですって。なので勝手に取って食べちゃいけませんよって言って、そういうね、両方法律があったそうなんです。そこから両部って名がついてるらしい、はい、これがお花です。これお花のつぼみです。これがね、咲くとね、もうちょっと ポワッとこの粒々がポワッと広がるんですけど、まあそんなに華やかな咲き方はしませんか、ね、これを生けてみたいと思います。花瓶の中に入る葉っぱ今取りました。それから切り口はですね、ちゃんと割ってくださいね。こうね、割ってね。はい、両部いけましたよ。じゃあ次行ってみましょう。さあ、次はですね、主役の芍薬をいけたいと思います。そうですね、この辺と、この辺、うん、ぐらいに来るようにですね、バーンと芍薬をいけたいと思いますね。お花が大きいので、少し距離をとってね、この2輪の距離をとっていけてもいいかなと思います。で、先ほどお話ししたように
葉っぱは取ります。葉っぱ取らないと咲かないので葉っぱは取っといてくださいね。取りますね。はい、こちらも葉っぱは取ります。はい、葉っぱ取って綺麗になりましたのでこの辺に生けてみたいと思います。切り口ね、ちょっと削いでもいいです。ハサミの刃使ってちょっとだけギソッこう削いで外皮を落とすと少しより水揚げが良くなるのでこういう感じね。見えますかね、こんな感じにしていけるとより水揚げが水の吸い上げが良くなります。はい、芍薬が両部の中に生けられました。次はアスチルベに行きましょう。さあ次はアスチルベです。この子はアスチルベアメリカと言います。アスチルベのピンクですね。雪の下かで原産は日本、中国、中央アジア、北アメリカ、まあ北半球のそこら中ですね。アスチルベの語源はギリシャ語のアなんとかがないとスチルブ輝きの合成で、要素は輝きがないっていう意味、地味っていう意味なんですって。こんなに可愛らしい、可愛いのにね、のに地味っていうちょっとかわいそうなお名前がついておりますね。ですね、別名泡盛草、あけぼの昭和とかいろんな名前が実は和名でついてるんですが、ちょっとその名前の由来はよくわかりません。で、まあ、丈もそんな長くないので、まあ、芍薬の脇に左右に入れられたらなと思います。で入れてみます。はい、アスチルベ入りました。さて最後の花です。クレマチスですね。まず一番に茎がとても細いので折れやすいので取り扱いにはよくよく注意してください。折れちゃうことが多いので丁寧に生けてあげてくださいね。はい、この子はクレマチスデュランディと言います。テッセンとかね、カザグルマとか和名ありますね。金峰外科の植物です。日本、中国、ヨーロッパ原産です。クレマチスは品種も分類も大変多くて北半球に広く分布されていますね。日本原産のテッセンがヨーロッパに渡って多種交配されて再び日本に戻ってきたのが今日本で、たくさん作られている、クレマチステッセンですね。なので日本生まれヨーロッパ育ちの、つる性植物という感じかな。今回のはインテグフォリア系と言われてヨーロッパから中央アジア原産の品種のお花で、お花がベルの形、こうつぼみ、こうなんていうかな、こういうつぼみがこういう形で、ね、つぼみがこういう格好しててね、咲くとこういう風に下向きにお花が咲いたりするのでベルみたいな形をしているのでベルテッセンと呼ばれたりもしています。さあでは生けてみましょう。花瓶の中に入る葉っぱはね落とします。でもう本当に芍薬の間にスーッと絡めるような感じでね生けてあげてください。はい、クレマチスが生けられました。いかがでしょうかね。はい、完
成しましたね。ちょっと寄ってみましょう。両部を土台に生けて、真ん中に芍薬を上下と上下、なんていうか大きい方を下にしようね。で、二輪上下に生けました。その脇にアスチルベが入ってます。で、クレマチスを遊ばせました。そんな感じですね。はい、この時期ならではの芍薬もテッセンも両部がこう花がついてるのもこの時期ならではなので、この時期ならでは5月ならではの花瓶生けが完成しました。皆さんもよかったらやってみてくださいね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今月は芍薬瓶でしたので、芍薬をね、たっぷり説明させていただきました。紙生け自体はね、花材が少なかったのでそんなに難しくなかったと思います。それより前半ですね、芍薬の咲かせ方とか、しっかりと、ちょっとゆっくり、ね、説明させていただいたので、その辺参考にしてもらえたらなと思います。はい、はい、さてですね、来月ですね、来月は多分もう6月で梅雨に入ってくるかなと思うので、まあ、毎年恒例の梅雨っぽいお花をいきたいと思います。はい、暑い日がねあったり、急に雨降ってちょっと寒くなったり、なかなかやっぱり体調管理がね、しにくい毎日です。毎年じゃない、毎月毎月私最後は同じこと言ってるような気がするんですが、皆さん来月までね、また体元気に、お過ごしください。じゃあ、また来月お会いしましょう。今月もどうもありがとうございました。じゃあまたね。